リクエストで、ポーチドエッグ、ポーチドエッグが難しいということで、今日はポーチドエッグの、簡単なほうれん草サラダ醤油風味を作ります。材料です、生卵2個、そして、ビネガー、これは白ワインビネガーですが、米酢でも OK です。そして、ほうれん草で、ほうれん草見てください、フランスのほうれん草は硬いので葉っぱしか使いません。でも日本のはみずみずしいので、これは上の葉っぱです。これ中間です。茎です。で、根っこです。全部使います。全部ソテーして柔らかく美味しいです。ソテーするコツも教えます。そして味付けにバター、キッコーマンの醤油、ニンニクの薄切り、そしてベーコンです。それではプロが行うポーチドエッグのコツを教えします。はい、見てください。お湯これぐらい沸騰させます。そうすることによって卵白がブッと締まります。これポイントです。そこに、お酢をたくさん入れます。沸騰するまで待ちます。それともう一つ、ポーチドエッグ、さっき言った沸騰させた中に入れる、そうすると、真ん中には入れません。端の方に入れます。なぜかというと端の方から、沸騰してきますので、真ん中に入れると、白身がバーッと散っちゃいます。大変なポイントです。はい、見てください。はい、沸騰してきました。この端に、よろしいですか、この端に入れます。そうすると、はい、見てください、勝手に固まります。プロがやると縮みません。もう一度いいですか、こっちの端、沸騰してきました。この端に入れます。そうすると絶対に、パッと真ん中に入れてはいけません。はい、見てください、こういう風にほら、まだこれね、縮みません、固まります。これがプロのポーチドエッグのテクニックです。ぜひ真似してください。知らないでしょ。見てください、素晴らしいです、完璧です。これがプロのテクニックです。はい、はい、それでは、調理します。まず、最初にベーコンを入れて、ベーコンから油を出します。じっくり焼いてあげてください。そうするとベーコンから油が出てまいります。はい、音がだんだん聞こえてきます。はい、モーツァルトの音が柔らかく、はい、油が出てきました。そしてベーコンから油を出します。そしてベーコンもパリッと焼き上げます。中火です。
い、ベーコンに焼き色がついてきました。はい、油も出てきました。そしたらニンニクのスライスを入れます。いい香りです。ニンニクもカリッと焼き上げます。ニンニクもよく焼き上げてください。はい、ニンニクも焼けましたら、まずほうれん草硬い順から入れます。一番下の茎です。この一番下の茎がこれが一番美味しいです。硬いので最初によく炒めます。そして次に硬い茎、それ順番は絶対間違えないでください。そしたら葉っぱの下、一番最後の葉っぱです。で最後に葉っぱを入れます。よいしょ。よくしんなりするまで炒めてください。はい、しんなりしてきました。しんなりしてきましたら仕上げのバター、そして仕上げの醤油、これで出来上がりです。はい。それでは盛り付けます。ちょうど1人前。はい、きれいに。盛り付けましたら、そこに。真ん中に先ほどのポーチドエッグを乗っけます。お好みで結構です。お好みで、僕は黒胡椒が大好きなので、お好みで黒胡椒を、お子様は必要ないと思います。はい、出来上がりです。では試食したいと思います。これは、黄色みを破って黄色みをとろっとさせて一緒に食べます。いい、はい、とろとろです。したいとは、いい感じですね。この黄色みのトロトロ、ほうれん草のきく、そしてベーコン、さあどんなお味なんでしょう。このシャキシャキの時聞いてください。
黄色身と一緒に食べると何とも言えません。大変リッチな一品になりました、シャンパンは、ピノノワールのシャンパンを合わせてみました。赤いブドウを使ったシャンパンです。うん、コクがあります。このコクとこの黄色みのマッチングバッチリです。これは夏バテに最高です。ほうれん草がなければ青い葉っぱであれば何でも OK です。素晴らしいです。グーです。どうぞ作ってみてください。